河村選手です。やっぱりポジションが一緒なので、スピードとかパスとかいろいろ学ぶところが多い、はい、多いです。かっこいいです。浜ビークルサイドです。ユージのキャプテンの佐藤真です。神田口です。よろしくお願いします。自分たち、来週大会が、はい。ウィンターカップとか、ボーカルだとか、いろんな大会を受験するとか、はい。短い大会の中で、優勝するために、どんなことを意識して、はい。トーナメントになってくると、やっぱり、なんだろう、もちろん内容は大事なんですけど、とにかく、負けたら終わり、一発勝負っていう戦いになるんで、はい、まずはもう本当1点でも勝つように、はい、ゲームをコントロールしていってほしいなって思うし、あとはやはりまあすぐに試合がトーナメントっていうことで、次の日に試合っていうのがあるんで、とにかく引きずらないこと、もう試合が終わって勝つことができれば、もうその試合は終わりで、もうすぐに勝った、試合が終わった瞬間に、次の試合に向けて、まあコンディションも含めて、まあ気持ちの部分も、まあ切り替えることが大事だと思う。あとは、怪我は、まあ、エースだと思うんで、まあ、どのタイミングで、自分が、こう、プレイ、なんだろう、ゲームの40分間の中で、やはり自分の流れっていうのがある中で、もうそこを見極めながら、まあ、試合があるんでね、無理しないように、怪我しないように、最後まで、決勝まで、佐藤くんが、コートに立ち続けることができれば、まあ、結果もいい風に繋がるし、そう立ち続けることがエースの役目でもあると思って、そこはしっかりとケアもしながら頑張ってほしいなと思います。はい。自分怪我しやすいの。はい。まあ、大会期間中だけじゃなくて、どういうケアを、どのくらいのこと。ああ、そうっすね。まあ、どういうシチュエーションで怪我をしやすいかっていうのは、まず自分でちゃんとそこは分かってた方がいいと思います。やはり怪我をする中で、まあ、バスケットって本当いろんな、こう、いろんな要素が重なって怪我ってあると思うんで、なかなか一概には言えないとは思うんですけど、絶対ある一定パターンはあると思うんで、怪我しやすい。そこは本当に気をつけながら、とにかくなんだろう。ドライブすることもいいけど、その中でちゃんと、相手が来ることを想定しながらドライブすることはすごく大事だと思います。あと、ケアに関しては、まあ、それも、大事で、足首が、の怪我が多いんなら、まあ、試合前にしっかり足首温めたりとか、まあ、試合後に足首周りのケアをすることとか、まあ、自分が悪いと思うところを重点的にやりながら、あとはトレーニング。まあでも中学生なんで、まだまだこれから体を作っていけばいいと思うんで、そこは、はい、これから追いつけていってほしいなと思います。勝負どころで、あ、シュート決めてチームを勝ってるって。そういうシチュエーションがたくさんあったと思うんですけど、そういうスラッチタイムとか、まあどういうことを考えて嬉しいのか。もう、まあ、佐藤くんもそうだと思うけど、アンダー15になるとやっぱ自分がエース、もう自分が勝たせてに行くっていう気持ちが、をもう持っておけば、それはもう十分だと思う。もうその、技術どうこうというよりかは、このチームを俺が勝たせるんだっていう気持ちで、終盤プレイしておけば、もうあとはもう打ち切るだけ。ああいったクラッチタイムで一番大事なのは、自信とチームを勝たしたいっていう気持ち。なので、その自信をどこからつけるかっていうのは、そう日頃からの練習の量であったり、っていうところになってくると思うんで、なんだろう、試合に臨んだ時に不安要素が出てこないぐらい、自分の中で満足して練習できれば、そういったクラッチタイムでも、もう思いっきりシュート打ちに行けると思うんで、もうあとは準備かなと思います。日本代表で、はい、海外に準備してプレーしてるという、自分も将来、海外でやってみたいなっていう思いを持っていて、はい、そのために、自分、中学生とか高校生でやっておいた方がいいとか、どうすれば海外の選手と戦えるんですか？中学校、高校の頃から、なんか少しずつ英語のちゃんと勉強して
ておけばよかったなっていう後悔はすごい今あって、やっぱり外国人の選手と戦う上で外国籍のコーチだったり選手からいろんなことを深い話を聞いたり学んだりすることってすごくいいことで、それ今自分が通訳を通して聞けてるけど、やっぱり一緒に話せるからこそ深く学べることってあると思うし、やっぱりそこはすごいね、やってた方がいいなっていうのは、英語の勉強は少しずつでもやってほしいなって思います。技術的なところで言うと、やっぱクイックにシュートを打てるようになってほしいなと思って、やっぱ能力同行で立ち打ちは実際難しいなっていうのは、やっぱり、なんだろう、外国人の選手はバネもあるし、スピードもあるからこそ、その一瞬の判断であったり、クイックネスさっていうのは、練習というか、特にプルアップもそうだし、キャッチアンドシュートもできるだけクイックに打てる練習は、常にやっててほしいなと。なんだろうな。あとは日本人らしさっていう部分で、外国人にはない緻密さ、真面目さ、っていうところは、外国人よりも日本人の良さってあると思うので。やっていくんですか？スリーポイント、キャッチ&シュートも早く打てる練習は、絶対してた方がいいと思います。フィジカルとかは？フィジカルは、どうだろう、高校の時実際あんまりやってなかったから、大学に来て、かなり、トレーニングを追い込んでやってたんで、一番自分が大切にしてるのは、やっぱり、どこだろうな。下半身はやっぱりしっかりやっててほしいなって。なんか単に体でかくするというよりかは、自分の動きを、自分が思ってる、頭で考えてることをちゃんと、同じように動かす練習っていうのは、トレーニングであったり、そういうのを、重ねていくごとにできることではあるので、とにかくなんか、怪我はしないようにしてほしいなとは思います。最善のケアと、最善の努力をすれば大丈夫だと思います。僕たちよりも先にね、行くことになると思うんですけど、また今のBコルとは違って多分、勝って当たり前の雰囲気の中でやるのはすごく、いい経験になると思うし、もちろん優勝してほしいもの、優勝してほしいっていうのは、大前提なんですけど、エースとして、そのチームを引っ張っていく過程っていうのがすごく今後のキャリアにおいても、めちゃくちゃいい経験になると思うので、ぜひ、一番は優勝してほしいなと思いますし、その中で全力で楽しんで、中学校も、次の高校入学に、向けていい勢いをつけて、もらえるように、ぜひ、いい頃のみんなも、みんなとか、スタッフも、アンダーとはいえ、全員、チーム一丸となって戦っているので、本当に応援します。頑張ってください。本当に、ずっと、テレビとか、映像でしか見てこなかったので、今日実際会えて、すごい自分のプラスになる話も聞けたので、これを活かして、チャンピオンシップをしっかり戦い抜いて優勝したいと思います。